赤松は、松か松族の常緑針葉樹である。樹形は環境によって左右されるが、明瞭な主観を持ち、クリスマスツリー以上の円錐型になるが、根元から多数分岐し主観の不明瞭なものもある。もみ族や頭皮族といった松か針葉樹と比べて比較的崩れやすく形は、様々である。樹高は、条件が良いと30メートルを超える。樹皮は、 赤みの強い褐色であり、臨場に薄く剥がれる。個体によっては大きく裂けるものもある。枝は同じ高さから四方八方に伸ばす。枝は二種類あり我々が枝として認識するものを長枝。葉の付け根にある数ミリメートルのごく短いものを単位枝と呼ぶ。これを枝の二形成などと呼び、松かしい匂樹では本種を含む松族のほか他、唐松族や ヒマラヤスギ族でも見られる。長枝は、臨扁葉という特殊な葉で覆われる。一般に、我々が認識する葉については、短枝に多場性し、本種では一つの短枝には、針状の葉が2本である。葉の長さは7センチメートルから1 2トル程度。カラマツ族やヒマラヤスギ族も、短枝に葉をつけることを基本とするが、これらは、 枝先の若い長枝に限り長枝にも葉をつける。これに大子本種を含む松族は短枝にしか葉をつけない。葉は黒松に比べて色が薄く、細く短く柔らかい。春先に見られる新芽の色は赤褐色である。夏季は4月。私有同種。尾花は緑黄褐色を帯びており若い枝に多数つく。雌花は高詞色で。 若枝の先端につく。カキは、翌年の10月頃。果実は、笠カで、長さは4から5センチメートルの卵型になり、開花翌年に熟す。笠カにつく朱鱗はくさび型で、その内側に長い翼がついた種子が2個つく。笠カは、晴れた日に種鱗を開き、種子を散らす。他の松下神ジュと、同じく、菌類と樹木の根が共生して、 金根を形成している。樹木にとっては金根を形成することによって菌類が作り出す有機酸や抗成物質による栄養分の吸収促進や病原微生物の駆除等の利点があり、菌類にとっては樹木の光合成で合成された産物の一部を分けてもらうことができるという相義強制の関係があると考えられている。菌類の個実体は 人間が、キノコとして認識できる大きさに育つものが多く、中には食用にできるものもある。土壌中には、菌根から菌糸を通して、どうした個体や多種植物につながる広大な、ネットワークが存在すると考えられている。赤松内木に感染した菌根では、全部の部分の成長を促進するのではなく、 地下部の成長は促進するが地上部の成長はむしろ抑制するという報告がある。外生金根性の樹種とアーバスキュラー金婚性の樹種は相性が悪く、杉との根交林では金根菌の種類が減少するという赤松は、おねそいや岩場などの品栄用地によく分布する。このような場所は土壌が酸性のことが多く、赤松は窒素の利用形態として、 小酸体窒素ではなく、アンモニア体窒素をより利用することで適応していると考えられている。肥料分の多い土地を嫌うというわけではなく、苗木に対して、施肥を行うと非常に成長が良くなるとされる。また、種子の産地によって、非売試験での成長に差が出ることが報告されている。赤松の遺伝的な多様性は、西日本のものよりも、東日本のものが高いという。 赤松が優勢な森林では共生できる植物が限られ、臨床には植生が発達しない状況がしばしば見られる。赤松の葉の抽出物質は一部の植物の発芽を妨げるアレロパシーを示すという。また、落ち葉を頻繁に除去している地域でも同様の現象が見られ、生態から肺外の経路でも放出されていると見られている。 なお、キノコの小実体の水抽出物にもアレロパシーを示すものがあるとされるが、赤松林の菌類がどの程度のアレロパシーを持つのかという点はよくわかっていない。典型的な幼樹であり、日当たりを好む。また、赤松林に落ちた赤松種子は春に数万本ヘクタールで発芽するものの、その年の秋までには8割以上が死んでしまうといい。 原因としては昆虫などによる、食害、立ち枯れ病、乾燥害が挙げられている。これは、生態学で言うジャンゼンコンネル仮説に近い。木炭を大量に使って酸化鉄を還元する、たたら製鉄や、定期的にヒーレンを行う、焼き畑農業で、農地や牧草地を造成するような地域では、植生繊維が対抗ししばしば赤松が優勢となる。 中国産地や北上産地がよく知られる。猛禽類の営装場所として、赤松がしばしば選ばれることで知られる。赤松をはじめとする、松下神明樹は、同じ高さから林生に枝を出すことから、巣を安定させやすいのではないかと言われているがよく、わかっていない。松材線虫病は、全国的に赤松の腰被害をもたらしている、病害である。原因は線虫による、 感染症であることが1971年に日本人研究者らによって発表され、その後カミキリムシによって媒介されることが判明した。赤松はこの病気に感受性が高く、護死しやすいことから、媒介昆虫であるカミキリムシの駆除や殺戦駐在の受肝注入などの対策が、被害の先端地域や保安林などの重要な森林を中心に進められている。 また、被害の大きかった森林でも故しせずに生き残った赤松から種を取り、線中に強い系統を探し固定する試みが全国で行われている。赤松は主に建材として使用され、建物の梁、敷居の摩擦部、和室の床柱などに使用される。また、土の中でも腐りにくいという特徴を持つことから土中食いとしても利用されている。 ヤニが出やすく、やや狂いが生じやすいので利用しやすい木材とは言い,い、硬い側面もある。材には松ヤニを多く含み、質きが良く火力も強い。そのため焚き木の原料として重視されていた。化石燃料が普及した現在でも、陶芸の上り釜にくべる焚き木やお盆の松松などに、使われている。京都の御山送り火でも、大量の赤松の焚き木が組まれて焚かれ。 それぞれ文字の形になる。樹形をコントロールしやすいので、庭木として栽培されるほか、盆栽としても利用される。庭木で用いられる伝統的な害虫対策の手法に、藁を編んだ小野を松の樹幹に巻きつける小野巻がある。対象とされる害虫は、幼虫が松の葉を食べる松枯れ葉で、十分収齢幼虫がさなぎになるために地上に降りる。際に コモの中で止まるという性質を利用し、コモを定期的に処分することで駆除するというものである。大抵は晩秋にコモを設置し春先に撤去し処分することから、冬の風物詩になっている場所が多い。コモ巻きの効果については、農薬よりも低コストであるとして、これを推奨するものもあるが、マツカレ派よりもそれを食べるサシガメやクモなどがコモを。 隠れ家として利用する例もあり、松枯レハ幼虫の死因は特に成長後期ではこれらの肉食節足動物によるものが多いとされることから、不用意にコを焼却処分などするのは逆効果ではないかという意見もある。在線中病を媒介する松のまだらカミキリの薬剤駆除においても液中が死亡する例が報告されている。コモ薪と並ぶ冬の名物に雪釣りがある。 御用松など、松科の一部の種子は、松の実として食用にされている。しかし赤松の種子は、風で分散するため比較的小さく、食用にはあまり向かない。秋田県由利本城市の旧町会町、八島町には、松川餅という郷土食がある。赤松の薄皮を剥いで重曹を入れた湯で長時間、煮込んでアクを抜き、包丁の背で叩いて、繊維を細かくほぐし、 餅に練り込む。江戸時代の休校食や兵楼攻めに備えたことに由来するという説がある。ヤニを集め乾燥した塊を松ヤニ、葉は松葉と言い,い、生薬として用いられる。民間療法では、松ヤニを和紙に塗って貼ると筋肉痛や打撲に、また生葉を浸した松葉酒を服用すると低血圧、冷え症に効用があるとされる。また、 生松屋にを蒸留した液がテレピン油で、残留物がロジ人である。生体面で触れたように赤松をはじめとする、松族は菌類と共生し菌根を作る。赤松と共生し栄養をやり取りする菌類の小実体を食べることは、間接的に赤松を食べているとも言える。共生する菌類は幅広く、天狗竹か、いぐか、ぬめりいか、風船竹か、きしめか、 ベニタケカなど、多数知られる。どの金根金が優先するかについては、腐食の量、周囲の植生や備地形等により異なるとされている。赤松林は、本州以南の平野部では、ブナカ公用樹の優先する里山と並び、身近なキノコ狩り、観察のフィールドの一つである。和名の赤松は、樹皮が赤みを帯びるという形態的な特徴から来ている。 種め商名の電子フローラは密集した花という意味で同じく形態的特徴に由来する。方言名として広く知られているものはなく標準和名で呼ばれるのが一般的であるがしばしば目松もしくはこれに準ずる呼び名で呼ぶ地域が知られる。これは黒松をお松とした時に赤松の葉が柔らかいことから女性を連想させるためと言われる。 日本産の松の中で最も広い範囲に分布し、天然状態では、日本の本州、四国、九州、国外では、朝鮮半島、中国東北部などに分布するほか、北海道西南部にも植林されている。道南の七重町には、明治天皇行幸を記念して植樹された並木が、国道五号沿いにあり、赤松海道と呼ばれている。ユーラシア地域に広く分布する。 ヨーロッパ赤松やアメリカに分布するレジノーサ松は樹皮が赤くに信用であることなど形態的な類似点やしばしばレッドパインなどと呼ばれる名前から赤松に近縁ではないかなどと言われることもあるがこれらとは生殖的には交雑できないことが報告されている黒松とはしばしば雑種を作ることで知られアイグロ松などと呼ばれる赤松にはカキの園芸品種がある俗に言う 松食い虫による被害に遭うと枯れやすい。松食い虫とは、松を食害する、虫の総称で、在に、生入りし食害する、カブトムシメキクイムシカのアメリカ松のキクイムシ、ゾウムシカの松白星ゾウムシ、カミキリムシカの松のマダラカミキリ、クロカミキリや、葉を食害するリンシメカレ葉が科の松枯葉、ソウシメタマバエ科の松葉のタマバエなどのほか カミキリムシが媒介する松材線中病によるコシもある。松材線中病によるコシが全国的に大きな問題となっている。薬剤散布や感染技の伐採焼却などの対策が行われている。一方、この病気に抵抗性のある品種の開発も進められている。新芽に松の玉ばえが散乱すると新芽は茶色に枯れてしまう。 二から三年連続して寄生されると緑の葉はなくなり、やがては松葉や自然体が茶色に変色し枯れてしまう。発芽した苗も寄生されるので、松は完全に駆逐される。幼虫は新章内に寄生するので、専門家でも松材線虫病との区別ができない。茶色に枯れた松の枝先を初夏に採集すれば容易に区別できる。 日本大韓民国南部赤松に関するカテゴリー、ありがとうございます。